はい、深層学習を用いた自然言語処理というテーマで、鈴木が発表します。はい、これが今回の発表の流れです。はじめに深層学習、分散表現、終わりにという流れになります。ではまずはじめに学習目的と学習項目についてお話しします。学習目的です。近年自然言語処理でも深層学習が多く用いられています。まあ、例ですとワードツーベックだったりセックツーベック、セックツーセックなどに使われています。ということで今回は深層学習への理解と言語処理への活用される仕組みを学んでみようということで今回学習テーマを設定しました。はい、学習項目です。学習項目は大きく分けて4つに分けました。1つが深層学習、そして分散学習、分散表現、そしてワードツーベック、セックツーセックに分けました。今回は深層学習と分散表現についてお話しします。では次に深層学習について、深層学習の話からニューラルネットワークについての話をしていきます。はい、まず深層学習とはそもそも何ぞやということで、深層学習は機械学習手法の一つです。これがニューラルネットワークを多層構造につなげたものです。これとても簡略化されたモデルですが、こういっぱい層を連なっていくことで推論していくという手法です。まずニューラルネットワークはそもそも何ですかという話で、簡単に言ってしまうと入力を出力に変換するので、関数のようなものというふうに思ってください。今回貼ってあるのがニューラルネットワークの図です。今回の場合ですと2次元のデータを入力層から持ってって3次元のデータとして出力されるというニューラルネットワークのモデルになっています。この丸一つが、ニューロンというふうに呼ばれていて、ニューラルネットワークの、最小単位のようなものにだと思ってください。そしてこの矢印が、ニューロンのつながりを表しております。この矢印、一つのニューロンに対して、矢印が全部伸びている、全部つながっているので、このようなニューラルネットワークの構成を全結合層というふうに呼んでいます。はい、ニューラルネットワークには2つのフェーズに分けられていて、1つが推論、1つが学習です。推論は問題に対する答えを見出す作業のことで、学習が最適なパラメータを見つける作業のことです。まずは推論について説明します。ニューロン1つに対する推論処理は、先ほどのモデルに対するニューロン1つの推論処理はこのような式で求めることができます。この式自体に重要性というのはそこまでないんですが、一つ用語説明すると、バイアスというもの、基本的には前層からのデータがニューロンに対して与えているんですが、その前層からのデータを前層からの影響を受けない定数、これがバイアスです。この式から重要なことは、中間層のニューロンというものは重み付き和で計算されているということが重要なところで、この一つに対する計算を全部やってしまえば、要するに全部の計算できるよねという考え方になります。で、実際にそれをまとめて表現するとどうするかというと、行列にまとめることで全ての計算ができるだろうということになります。で、それを行列にまとめて簡略化した式がこのようになります。ただこの式だけ見ていただければ分かるように、これでは単純に入力を線形に変換しているということになってしまいます。そこで求めたニューロンを非線形に変換してあげます。そうすることによってニューラルネットワークの表現力を増加させようという試みです。この非線形に変換させるという変換させる関数のことを活性化関数というふうに呼んでいます。次に学習についてお話しします。ニューラルネットワークの学習手順はこのような手順になっていて、まず訓練データから複数のデータを選び出してあげます。次にその複数データから各重みの損失関数より勾配を算出してあげます。そしてその勾配をもとに元々あった重みを新たに更新してあげます。これを繰り返していって、なるべく損失を減らしていくことで、より良い学習に最適化させようという試みです。で、今言った用語なんですけども、まず損失ですね。損失は、ニューラルネットワークの予測がどれだけ悪いかを表すパラメータです。で、この損失を求める関数のことを損失関数というふうに言います。次に勾配です。勾配は、重みの損失を最も増やす方向を示すものです。
この勾配で重みの損失を増やす方向を示しているということは、それとは逆方向に、重みを更新してあげたら、それはつまり損失を減らすことになるんじゃないかという考え方が、この勾配を減らすことの仕組みです。はい、では次に分散表現についてお話しします。まず分散表現とはということで、まあ、先ほど数式何個か出したと思うんですけども、深層学習のデータは数値である必要があります。ですけど私たちが処理対象とする自然言語は数値ではありません。そこで現れた考え方として、単語の意味をベクトルで表現してあげようという考え方です。これを分散表現というふうに呼んでいます。でこの分散表現は分布仮説という仮説をもとにして成り立っています。では次に分布仮説について説明します。分布仮説とはというと、単語の意味は周囲の単語で掲載されるだろうという仮説です。例文です。私は本を買った、彼はパンを買ったという文があります。で次に私は本を購入した、彼はパンを購入したという文があります。どちらも買うと購入が同じような文脈で使われているなということがわかるかと思います。なのでつまりこの2つは近い意味を持っているんじゃないかというのがこの分布仮説の、説です。はい、次にその分布散表現を行うための具体的な手法に、カウントベースと推論ベースというものがあります。カウントベースはある単語、周囲の単語をカウントしてそこから分散表現を得ようという手法です。対して推論ベースは、推測することを目標としてその副産物として分散表現を得ようという考え方になります。今回、私の学習テーマでは取り扱う手法は推論ベースを取り扱います。この推論ベースを使った、分散表現を得るなどについては、次回のワードツーベックなどでお話ししようと思います。で最後に終わりでまとめです。深層学習とはニューラルネットワークの多層構造です。でニューラルネットワークは関数のようなものであり、推論と学習の2つのフェーズがあります。で分散表現とは単語の意味をベクトルで表現したものです。そして分散表現を得る手法にはカウントベースと推論ベースの2つがあります。最後に今回使用した参考文献が3つございます。基本的に今回メインで使っているのが一番上のゼロから作るディープラーニングに自然言語処理編です。で、補足として自然言語残りの2つの文献を使っています。概要を知りたき、ざっくり深層学習の概要を知りたければ2番目の文献が一番分かりやすく書かれているのでこちらをお勧めしますが、まあ細かく厳密にどうなってんだっていうのが知りたいときは1つ目の文献だったり、同じシリーズのゼロから作るディープラーニング1を 3文献として見ることをお勧めします。以上で私の発表を終わりにします。